キリンビール、広島工場は、かつて、広島県安芸郡府中町に存在した、キリンビールの工場。後身のキリンビアパーク広島についても、この項目で取り上げる。キリンビールの西日本の製造拠点として、1938年から1998年まで、約60年間存在した。主要製造工場で亡くなった後も、1998年から2010年まで、小規模なビールの醸造は継続された。1935年に、キリンビールは、九州進出を計画していたが、横浜山手、工場、神崎工場、仙台工場に次ぐ全国4番目の工場として、1936年6月1日に、広島県安芸郡府中村に、府中村は町制を施行して、府中町になった進出を決定した。理由として、福岡県に他社の工場がすでに進出していたこと、熊本県八代地区は、良質な水は確保できるが、南すぎるので九州進出は見送られたこと。代わりの市場として、当時、郡都であった広島市と呉市が共に、約20万人の人口を持ち、戦争の進捗で近いうちに、周辺の人口が70万人を超えることが予想され、終戦までに実際に100万人を超えたことで、有望な消費地が近くにあったこと、大高は水系の良質な水が豊富であること。キリンビールとしては、広島市への進出を希望していたが、府中村が広島市への編入見込みがあったことより、府中村進出となった。工場ができる前は農地だった土地に、1936年11月20日に地鎮祭を行い、同年12月1日から工事を開始。1937年6月15日に上棟式。1938年3月1日に、当初の予定より3ヶ月遅れで完工した。工場の完成当時は、クリーム色に塗られていた。1938年3月14日に、ビールの醸造を開始。同年4月28日には、清涼飲料水工場が完成。同年5月には、ビールの瓶詰めを開始。同年6月4日に開業式を行った。関東大震災による被災から1926年に復興した横浜工場以来十数年ぶりに建設された開業当時の広島工場は当時としては東洋最大の規模だった。水に関してはビールの醸造に関しては大高は水系の水を使用。その他の水に関しては当初は府中、ぬくしな、やが、そして校内に掘った井戸で賄っていたが、塩害、干ばつなどより、1950年5月15日から、空き水道の利用を開始した。当時広島工場とともに、横浜製瓶工場に次ぐ、製瓶工場として、山口県津野郡戸田町に、富田製瓶工場も開設された。製瓶工場についても、広島工場に設けられる話もあったが、瓶の原料の傾斜搬入には、臨海部が望ましい理由から、富田町に設けられた。もともと塩田だった土地に、1938年4月に、竣工、翌5月より、操業開始した。広島工場の開設と、同時期に、広島本通り商店街に、キリンビアホール広島が開設され、1990年頃まで、存在。現在は、広島パルコ本館になっている。第二次世界大戦中もビールの醸造及び清涼飲料水の製造は継続されたが、清涼飲料水は1942年1月と1943年2月及び3月の一時的な製造中止後、1944年3月以降は製造を中止した。ビールの減産及び材料のホップの確保が困難になったことで、味が淡白になったと言われた。そして、1945年4月に、軍部の指令で、飛行機などの燃料として使われるアルコール生産の指示を受けたが、困難であることからトラックに使われる、アルコールの製造指示に変更された上で、同年6月より、飲料用アルコールの仕込みを中止、産業用アルコール生産に転換した。終戦により、実際に燃料として使われることはなかったが、完成したアルコールを試飲して味が良好だったため、構成酒として主に社員に配布、物々交換の品として活用された。また、1943年には空爆対策として偽装塗装を行った。1945年8月6日8時15分の広島市への原子爆弾投下で、コンクリート作り及び鉄骨作りの建物に関しては、窓、出入り口、壁、屋根などの破損。木造の建物は、全壊、半壊、傾斜など、主に爆風による被害を受けた。火災被害に関してなかったことで、施設に関しては、比較的軽微な被害で済んだ。ただ、人的被害に関しては、従業員に関しては、死者5名、重軽傷者若干な、従業員家族の死者が55名出た。戦後は、神崎工場から運んできた酵母で1945年12月より仕込みを再開。1946年6月からは、進駐軍用のビールの製造を開始し、進駐軍の常駐が始まった。清涼飲料水の工場もオーストラリア部隊により、接収。サイダーの製造が開始された。1947年8月に復旧工事が完了した。接収は1952年7月28日まで続けられ返還されたが、継続利用の要請よりさらに3ヶ月貸与された。ビール自体の需要の減少と製造制限より、戦後しばらくは副業としてジアスターゼの製造、製氷事業、貸金庫事業などが行われた。1949年には、原材料事情の改善より増産が認められ、以後製造量は増えていった。1950年以降、拡張、増設工事は本格化。その後、周辺土地の買収による、用地拡張や、機能拡張を繰り返した。ビールの製造量は1950年上半期末に 12,000kL だったのが、1953年上半期末に 19,800kL、1956年下半期末に 41,400kL、1961年上半期末に 72,200kL、1961年下半期末に 97,400kL、1964年上半期末に 126,000kL、1965年上半期末に 141,000kL に増強された。増強施設のために手狭になった敷地を拡張するために、建設時に買収を行わなかった西側の土地を一部2区画を除いて1961年春に買収。残りも1962年中に買収。隣接する西側水路の付け替えなどで、当時のキリンビールの工場の中で4番目の広さの工場になった。さらに、施設拡張とその代わりになる空き瓶置き場確保のために、1965年に隣接農地 4,260 平方メートル、翌1966年に隣接農地 2,350 平方メートル、1977年には以前より賃貸していた。東洋製缶の敷地 6,634 平方メートル及び建物540平方メートルを買収して拡張を続けた。また、1954年にはキリン初のジュース、キリンジュースが広島工場で製造開始した。創業当初は瓶詰め専門の工場だったが、1990年頃に缶ビールの施設も追加されている。1997年9月に広島工場の閉鎖を発表。理由として、施設の旧式、老朽化、1社員あたりの製造量が 500kL 程度で、全社平均の半分強だったこと。周辺の都市化に伴う、拡張余地がないことが閉鎖の理由とされた。翌1998年8月に一部の、樽詰め部門を除いて製造を終了した。工場開設当初の製造能力は 13,500kL で、閉鎖時の製造能力は 150,000kL。開業時の従業員数は215人で、最終時の従業員数は約250人。キリンビアパーク広島は、1998年からあるキリンビールの施設。2010年までは製造施設を有していた。工場閉鎖発表後の1997年12月に、キリンビアパーク広島新設を発表。工場閉鎖の翌月の1998年10月に、初出荷を行った。その後、整備を行い1999年4月に開園。ダイヤモンドシティソレイユ開店に合わせて2004年3月にリニューアルオープンした。オープン当時は飲食店などで使われる樽詰めビールを醸造しているキリン広島ブルワリーと醸造したビールを実際に飲むことができるキリンプラザ広島で構成されていた。ブルワリー棟の年間製造能力は 2000KL で、ラガービールやキリン一番搾り製ビールなどを製造していた。樽ビールのみの製造で、7リットル、15リットル、20リットルの樽ビールを製造。ブルワリー棟で作られたビールは、場内のレストランのほか、樽を広島市近辺の飲食店にも販売していた。レストラン棟内には、キリンプラザキッチン1938が設けられ、棟内では醸造したビールが飲めるほか、食事をとることもでき、夏場にはビアガーデンも行われている。キリンプラザはイオンモールの灌漑施設の扱いになっていた。また、同じ建物内には展示施設キリンプラザギャラリーが設けられ、ビール醸造の方法やキリンビールの歴史などを知ることができた。レストラン棟は、工場完成当初は、キリンビール、広島工場事務所棟で、現存時は、被爆建物の一つでもあった。場内の、キリンビールの巨大看板は、工場設置時代からあったもので、山陽本線や後には、山陽新幹線の車内から見ることができ、広島市民にとっては、広島に帰ってきたことを感じさせるアイテムになっていた。そのことから、工場閉鎖後も、同様に設置された。その後キリン広島ブルワリーは2010年8月末をもって閉鎖された。跡地はイオンモールが駐車場や商業施設として活用を検討。キリンプラザ広島は当面存続する予定との報道もあったが、工場と共に解体。2011年現在駐車場として使われている。また敷地内には、製造施設解体後も引き続き、キリンビール、広島支社が置かれている。使われている建物は、工場設置時代の建物が引き続き使われている。広島支社では、ビールの作り方や注ぎ方の教室を行っている。工場時代の遺物としては、モニュメント化しているものの他に、工場開業当時に設置された稲荷神社は、2010年までは、ブルワリー棟の横に、その後は、キリンビール、広島支社の敷地内に移設されて残されている。以前は、国鉄への専用線があった。工場新設に合わせて、1936年8月17日の認可後に敷設。当初は、工場建設資材を運び込むために使われた。工場から矢賀町で、芸備鉄道7月1日に国有化。広島車両所ができたのは1940年に接続。当時の東広島駅を介して消費地への有害貨車による製品出荷や港川駅3月14日以降は神戸港駅から爆買い輸送の貨物列車が運行されていた。出店のトワイライトゾーンによると第三者使用は日本通運、作業方法は国鉄機で行われ、専用線種別は側線、作業キロは 1.5km、広島駅、矢賀駅の途中分岐とされ、広島工場線に接続とされた。1986年10月31日に使用を取りやめ、翌日の11月1日廃止、同年12月に線路が撤去された。現在、当時の国鉄線分岐以降は、ソレイユへのアクセス道や、日産プリンス、広島矢賀店の施設等に転用された土地もあるが、一部は、キリン関連会社が管理する空き地として残っている。イオンモール、広島府中交通アクセスを参照。ちなみに、キリンビールは、その後1966年に、福岡県天城市に、福岡工場を開設したことで、九州への進出を果たした。工場の敷地の地盤が軟弱だったため、もともと、秋水道は、呉市にある海軍用水道として施設された。秋水道は、当時の秋郡7町村で運営されていたが、1982年6月1日に、広島市水道局と合併した。1952年以降は、キリンビール唯一の製瓶工場になったが、その製瓶工場は、瓶から缶に市場が移行したことにより、需要が減少したことで、自社製造を取りやめ、他社との合弁事業に移行。1990年頃に閉鎖された。現在、跡地は、イオンタウン周南になっている。1945年11月に、建築計算事務所が出した、鑑定書の費用は、約201万円だった。工場内に限れば、重傷者1人、軽傷者が多数出ている。当時の工場長の記憶では、製造されたのはコーラだったらしい。当時のキリンビール敷地面積上位より、横浜工場、名古屋工場、尼崎工場に次ぐ、115,586 平方メートルになった。1967年の日本農林規格の改正で、果汁 100% のもの以外は、ジュースと名乗れなくなったので、名称変更された。前年8月に、尼崎工場、10月に、キリンガーデンシティ開業が、同月に、東京工場が、1999年8月に、京都工場、2000年8月に、高崎工場も閉鎖になった。キリンビアパーク名古屋。ありがとうございます。